とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、これを使ったら、戦闘がむちゃくちゃ楽になった、トップ3、紹介していきたいと思います。まあ、今回のトップ3のランキングだけども、個人的なやつです。個人的なやつ。おそらく、別にも、全然いいやつっていうのはあると思うけども、まあ俺が個人的に本当におすすめできる3つを紹介します。もう本当これ使い出してから劇的に変わったから。うん、デイリーも古代狩りもプラス25がクリアできるようになったんで、これはおすすめします。では早速トップ3いってみましょう。それでは第3位の発表です。第3位はですね、このスキル、爆発です。まあ、昔からあるスキルなんだけども、この爆発が、まあ、とにかく高レベルで役に立つのなんのって。まあ、特に古代狩りだよね。古代狩りのボスと会った時に、周りの取り巻きを倒した時に一緒にボスまで倒しちゃうぐらい、それぐらいね、強いし使い勝手がいい。まあ、これだね、敵の HP の 60% をダメージとして与える。まあ、高レベルになると敵は HP むちゃくちゃ高いのよ。おそらく数千万、まあ、億超えるやつとかも全然いるだろうね。それの 60% のダメージをまあ爆発で与えるんだから、そりゃあ敵やられますわ。まあとにかくこれは強いのでおすすめしたい。まあ火力としてはちょっと計算しづらいところがあるかもしんないけども、一回ね使ってみるとすごく強さがわかると思う。倒して離れとけばボンと勝手に爆発してくれるので、勝手に敵が倒れていくという、そういう状況。まあ、ただその爆発で死んだやつは爆発しないからね。これが剣で切って最後に、フィニッシュしたやつが爆発するんで、まあ、ちょっと使い方がねちょっと難しいところがあるのかな。このね衝撃波と旋風とは相性悪いです。衝撃波旋風、これ衝撃波入れちゃってるんだけどね、他が良くなくって。衝撃波だったらこのね剣じゃなくって衝撃波で倒すことがあるのよ。その時が爆発しないから、できるならばこの爆発を入れるのであれば、火力スキルはクリティカルか追い打ち鋭利、そのあたりを入れるようにしてみてください。まあとにかく古代狩りのボス戦、まあ雑魚がねこうめちゃくちゃ来た時とか、そういう時にも役に立つので、おーおー多いな、ぜひともこのスキル使ってみてください。爆発です、これ強いよ。それでは続いておすすめトップ2第2位はねこれです。スキルの弱体化だね。この弱体化も、まあこの高レベルになると結構わかりやすい。敵が弱かったら別に必要じゃないのよ。全然必要じゃないスキルなんだけども、敵が強くなってきたら、もうある程度囲まれるとやられちゃうのよね。HP がもうぐわーって減って、もうどうしてもやられてしまうんだよね。そこで、だいぶ軽減してくれる。この弱体化が、この弱体化のパーセンテージが結構すごくって、ちょっと待ってね、離れてから見せるからね。弱体化のパーセンテージなんと 40%、 敵の攻撃力を 40% ダウンさせます。これがめちゃくちゃすごいね。 40% だよ、約半分近くを軽減させるので、もう使い道はありまくり。で、さらに、このね、アイアンハンドアミュレット、防御力をアップさせるってやつ。これをつけるとさらに死ににくくなるので、
おすすめです。うん、まあこの弱体化を入れるときにはぜひこのねアイアンハンドアミュレットか、これを一緒に使うようにしてください。ただこの弱体化は、攻撃スキルじゃないんで、攻撃力をね、ちょっと一つ漏れなくなるのよ。なので他でね攻撃力をうまいことカバーできるようなスキル構成にした方がいいです。全部防御系にしちゃうとね、どうしても敵を殲滅できなくってやられてしまうので、まあ、バランスよくだね、バランスよく攻守のスキルを入れていくようにしましょう。うん、まあこの弱体化おすすめです。 40% 敵の攻撃力を下げます。まあこれで防御力まで下げちゃえばもっとすごいことになると思うけどね。いやそれはもう誰でも入れるでしょうね、防御力まで下げるってなるなら。ああ、まあ残念ながら攻撃力のみ 40% ダウンさせるスキル、弱体化です。これ2位ですね。それではおすすめトップ3、第1位はこれです。はい、武器じゃないんだよね、防具についてる HP を 6% 吸収するオーラ、このスキルです。これ本当に神、もうむしろねこの装備じゃないと高レベルは難しいんじゃないの。うん、まあ、この HP を 6% 吸収するオーラ、これダメージを与えた分の 6% っていう計算です。なので一撃が重いやつは、多く吸収するし、連続でヒットするやつは、まあ、ダメージが少なくても、ヒットした分吸収するので、まあ、どの装備にも使っていけるっていうやつだね。でこの、スキルなんだけども、ついてる防具が限られてる。まず一つ目がこのスパイダーアーマー、うん、まあ俺がよく使ってるやつだね。でスパイダーアーマー、そして持ってるかな、あったウィザーのアーマー、うん、これだね。そしてノーマル装備のグリムアーマーとミステリーアーマー、この4つにしか、今のところつかないんじゃないかな。うん、でまあこのグリムアーマーはスキルがないんで別にどうとも言えないんだけども、スパイダーアーマー、これは近接の速度が 25% アップします。なので振りが大きい武器、例えて言えばブロードソードとか、刀とかね、あとはコンボとか、あと月武器ね、トゥルースシーカーとか、この辺との相性がいいです。うん、攻撃速度が上がるので HP を吸収するね回数も増えるので、そういうやつとスパイダーアーマーは相性がいいです。で、逆に、攻撃速度がめちゃくちゃ速いやつ。もう 25% アップしても攻撃速度が変わりませんよっていう、まあ、締め具とかね。そういうやつに関しては、こっち、ウィザーのアーマーがいいです。うん。こっちは攻撃速度が上がるわけではなくって、35% のダメージ軽減がついてるので、まあこっちの方が、攻撃速度が速いやつに関してはおすすめです。まあそうだとしてもスキル構成は考えないといけません。もともとクールダウンがついてる装備じゃないんで、クールダウンは一つは絶対必要。うん、クールダウン一つついてないと、キノコとかアイアンハンドアミュレットとか、そこら辺をね、フルで回すことができないので、まあ、そこは注意かな。うん。まあ、理想スキルとしてはどうなんだろうね。まあ、クールダウンは1。そして変更とポーションバリアかな。その3つがつけば、だいぶ強いと思うんだけども。まあまあ、他にもね、いいスキルっていうのはあるんで、まあ、自分に合ったやつをするようにしたらどうでしょうか。まあ、とにかくこの HP 吸収がやばすぎるので、まあ、俺前はねこれ使わずに
まあ、大体みんなそうだと思うけど、クールダウンが多めについた、まあ、輝くローブとか、バトルローブとかね、あと、魔導士のローブか、あのあたりを使ってたと思うけども、うん、もう、クールダウンの変更があってからは、もう断然こっちの方が強い。これは間違いないです。はい。はい。ではね、今日のおさらいです。おすすめスキル、装備だけども、まず第3位。第3位のおすすめは、これ、爆発です。敵の HP の 60% をダメージとして与えることができるので、強いです。特に、古代人に対して、すごく効果があります。で、第2位は、弱体化です。40% ダメージを減らしてくれるので、生存率がぐっと上がります。まあ、それプラスで、アイアンハンドアミュレット、これをつけると、さらに最高だね。で、そして、第1位は、スパイダーアーマーとか、ウィザーアーマーについてる、HP を 6% 吸収するオーラ。このスキル、です。はい。まあ、他にもね、あると思うのよ。まだ俺が、全然使ったことないやつとかも、あると思うんで、まあ、それは、あれば教えてください。俺もちょっと使ってみたいと思います。はーい。まあ、とりあえずこいつ、倒そうかな。なかなか死なねえな。火力をね、もうちょっとこう、もりもりのやつを作りたいよね。もう、とんでもない火力のやつを。でも、それにはまだまだ、周回が必要になってくるけど。うん。まあまあまあ、負けじと、やっていきます。はい。ぜひチェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。爆縮のクロスボウが出たよ。